みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今日はね、めちゃめちゃ気温も上がって、もうええ天気なんで、釣りにやってきました。やっと来れました。今回バス釣りに来たんですけど、まあ毎度のことながらカメラマンから、お前は絶対釣れんやろと、釣るわって言ってたんですけど、まあ、今回もちょっと前に車の紹介の時に時間停止するっていう企画があったんですけど、カメラマンの方からどうせ釣れやんねんから時間停止しながら釣ろうやと。失礼な話やで。これ釣れてる時に止められたら私はどうしたらいいんやって感じなんですけど、まあ私は絶対に釣る気で来ました。その合間で時間停止しながらやっていきたいと思います。でほんまね、時間停止マジでコメントでも多かったんですけど、えらいなんよ、あかんで、ね、ほんまにマジで YouTube 様からお叱り受けたらどうし、どうしてくれんねん。まあこんな感じでやっていきたいと思います。釣りに並んで早速用意していきます。ちょっと見てください、私のタックルボックス。釣れへんくせにね、一丁前に道具だけは揃ってきてるんですよ。ほんでじゃじゃん、かわいい。このステッカーもね、もうほんまに大好評でありがとうございます。皆さんご購入いただいた方は、どこどこに貼ったよ、車に貼ったよ、タックルボックスに貼ったよっていうご報告いただくんですよ。ありがとうございます。ぜひ私のこのステッカー見かけたら声かけてください。通らん。これなんかうまいこと通せるなんかないですか。いつもめっちゃ手間、脇腹するかと思った。危なかった。変な体勢の時やめてな、ほんまにやばかった。よし、じゃあ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 、針とワームをつけていきます。多分ゲイリー山本のウォーターメロンやったと思います。これつけていきます。お、跳ねてるわ。思った、あんな目乾くわ。今やばかった。まばたきはありにしてな。早速釣っていきます。あっ、どこで止めんねん。ちょっと落ちたわ、震えたわ。あ、もうくるくるなったやん。
OK。いくよ。ほんま久々の釣りやわ。よし。これさ、コメントでもね、停止中喋るんやってコメントがあったんですよ。私前の車の時喋ったらあかんの？喋っていいの？ちょっとどっちかコメントください。でさ、どこ撮ってる？何撮ったん？怖いんやけど。よし、じゃあもう行くよ。気を取り直して。なっちゃ、ピー来るかな思ったからさ、ちょっとダッシュで行ったろうと思ったんやけど無理やった。じゃあ行きます。おう、休憩してるもん。何してるもん。どの辺行こうかな。さっきポチャンって言ったあの辺やねんな。ちょっとあの辺で。どっから、よし、全然飛ばへん。釣りが下手くそになったんやけど。釣れんくても定期的に行かなあかんのかな。そこに。基本静止やん。行った？時間停止。弱くない？何も見えへんからさ、ってロックかけてないからさ、さっきからずっと出っ放しやったんよ。もうビヨンビヨンダルダルよ。どこ？あ、おったおったおった。OK。
キャスティングの時のピーはあかんって絶対。釣れへんな。ちょっと皆さんどうですか、みさきちゃんキャップかぶった方がいいよっていうお声たくさんいただいたんで、ちょっとキャップかぶってきました。似合いますか。キャップって私なかなかかぶれへんくて、これもちょっとお母さんのパクってきたもん。どう何のキャップか全然分からへんねんけど、かぶってみました。でもいいな、やっぱ釣りしてたらさ、火とかがめっちゃ熱いから、風がむしろ気持ちいいと思える。よし、あの辺根がかりするかな。いくよ。ういいつものやつですね。ロック解除し忘れてました。今のはカットしよう。いくよ。あー届かず。わかった、重りが足らんねや。重くないんや。でも見て、さっき止められてラインが伸びすぎたからもうこんなことになってる。大迷惑。結構ね、いつも釣り動画見てくださってる方から言われるんですよ。みさきちゃんもう糸変えなやばいよと。もう糸があかんくなってきてるよっていう声いただくんで、また糸変えなあかんな。あかんな。釣れへんなと判断しまして移動します。ほんま釣り人さん多いんで、釣り人さんおるところって釣れると思うからそっちに行きます。おお、何にしたか。ちょっと待って置いてく気やったやろ。時間停止忘れてた。やめや、人おるところに行くから。もうほら、あれに近いから。あれもそんなもん。いけそう。糸が絡まんの。おいこれやったな。
スニーフしてるからこっち向きに。不審者やからもうあかんって。じゃあもう不審者やから退散するわ。もうあかんあかんあかん。Thank you.